はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕が以前からお世話になっている竹末東京プレミアムさんというスカイツリー周辺では一番人気のあるねラーメン屋さんがついに2号店をオープンしましたということで、そちらにねお伺いしております。新しくねオープンしたこちら2号店は面倒きざるというラーメン屋さんでして、主になんですけれども鶏つけそば、これが一番柱となっているラーメン屋さんでして、鶏系のね濃厚な美味しいラーメンがいただけるということで、本日はそちらのラーメンであったりとか通常提供しているご飯物なんかをいろいろと堪能していきたいと思ってます。今回ラーメンが4種類で、ご飯物なんかも3種類ぐらいねいただいたりと、通常ね販売しているメニューに関しましてはほとんど食べ尽くしていきたいと思いますのでね、ぜひこのキザルさんが気になっている方は僕の動画を参考にしていただいて食べに来ていただければと思います。ということで本日の1杯目が到着しました。1杯目いただきますのはこちらの看板メニューとなります、鶏つけそばでございます。もちろんですねこちら大盛りで注文してありますので、早速いただきます。そしたらひとまずこちらのね麺からですね、あー、ムチムチ。早速つけ汁いっちゃいますか、これ。ダメだこれ、大盛りにしたけど一瞬でなくなる。スープの濃厚さが桁違いですね。鶏のポタージュというか、結構ね濃度もありますし油も多めであると思うんですけど、なんかねスルスルいけちゃう。ちょっとねこの鶏のつけそばに合うトッピングということで、これトリュフバターいただきましたんで、こちらにトッピングさせていただきます。このつけそばはねトリュフバターが一番おすすめみたいでして、麺にねあえて食べてくださいってことだったんで、一旦これでちょっと、うわめちゃくちゃうまそう。うわめちゃうま、えめっちゃうまいですねこれ。バケモンですねこの一杯。すごっ。ちょっとこの辺りでもうつけそばがね夢中になりすぎてなくなりそうだったので、じゃあセットでねいただいてあります。これローストチキン丼ですね。うん、うまっ。やばい止まんないよこっちも。もうこれちょっとつけそばラストです。すいません、今回ですね大盛りとご飯物注文したのに、かなり好みでですね、もう撮影開始5分そこそこで食べ終わってしまいました。ごちそうさまでした。僕もこのタイプはなかなか味わったことないんですけど、この濃いつけそばにトリュフバター、これ最高に美味しいので、ちょっと皆さんもねぜひお試しください。ということで本日2杯目ですね。2杯目にいただきますのが鶏そば濃厚、こちらももちろん大盛りで注文しまして、ご飯物はですねローストポーク丼ということで、でこのラーメンに合うトッピングはガーリックバター。これねもうちょっと匂いからとんでもないいい匂いしてるんですけど、早速ねこれいただきます。めちゃくちゃうまそう。うわーすっごいなこの濃度。かまっ。
まんないですね、これスープが。これはもう麺いっちゃうしかないですね。うまいですよ。一口すすった段階で鶏が全開っていう感じです。もう口から鼻から鶏全開ですね。うめえ。こちらローストポークもですね、うん、あ、柔らかくてうまいか、うん、そしたらこのあたりで入れていかないと、麺なくなってしまいそうなので、おすすめトッピング、これガーリックバターですね。うわ、もう香りがいい。いただきますね、これ。これローストポークでしょ。あ、うまいわ。おちいゆとバターと、わ、もうこれ体喜ぶ。脂質と糖質、これがガンとくるような味なんですけど、やっぱりね、生野菜なんかもしっかりと乗ってて、重たすぎないこの味のバランスっていうのがしっかり取れてますんで、これ和えると本当に旨味だけが増していく、そんな感じですね。あ、めちゃくちゃうまいな、これ。今日ですね、ラーメン系4杯なんですよ。で、セットでもちろんご飯物も注文してるんだけど、これ全然足りない。全部大盛りなんだけど足らない。ちょっとね、これせっかくですんで、卓上にブラックペッパーありまして、これは絶対合うんで、これでね、最後味をね、これダメなんだけどな、絶対ダメなんだけどな、うん、いっちゃいました。いや、不思議だな、こんだけ油も多くて、で濃度も高いのに全然重くないんだよな、さらっといっちゃう。はい、そしたら続いてですね、3杯目ですね。もうちょっとあっという間なんですけれども、本日いただきます3杯目が火の鶏そばということで、先ほどはね、濃厚系な1杯いただいたんですけれども、こちらは通常の鶏白湯スープということで、そこに辛めのね、ペーストが入ったものでして、他のメニュー、濃厚油そばでつけそばなんかにももちろんこの火を入れられるんですけども、今回は通常のつけそばにいただきました。早速ね、こちらもいただきます。うわ、めっちゃ好みっすね、これ。僕めっちゃ好み、うまっ。僕結構もともと好きでね、台湾行ったりとかして、向こうの本格的な火鍋とかもよくいただくんですけれども、本当にその味、しっかりとこの香辛料の香りがするペーストで、辛みもあるんですけど、それよりこの香りっていう感じ、うわ、めっちゃ好き、これめっちゃ好き。これめちゃくちゃうまいですね。こっちの麺もうまい。これね、先ほどの太麺とは違って、比較的細麺のね、いわゆる水の少ない低加水といわれる麺なんですけど、このつるしこと歯切れのいい食感がね、これうまいな。
じゃあちょっとですね、この辺りでおすすめトッピングもいただきましたんで、パクチーとさらにですね、辛くなるペーストもいただきました。ちょっとスープからいただきますね。おー、すげえじゃん。めちゃくちゃじゃん。このね、ペースト自体の代わりは、ジャン系のね、グッと強い香りが来るので、これに関しては多分好み分かれると思うんですけど、辛いもの好きだったりとか、中華料理好きだよっていう方は、これマストで追加した方がいいと思います。パクチー入れるとめっちゃ火鍋。うまー。うわ、でも正直これ最初本当に入れてから一口目はジャン系の香りがすっごい強いなと思ったんですけど、食べていけば食べていくごとに鶏白湯のその滑らかさというか、そういった部分が合わさってくると、なんかね、不思議と辛いんだけど優しさがあるというか、スープも麺も止まらなくなってきた。そしたらただいまですね、こちらの火の鶏そばをしっかりと具材を完食させていただきましたが、今回ですね、締めのご飯としてチーズリゾットがね、販売されてますので、締めにはこのスープにリゾット入れていきたいと思いますよ。絶対うまいでしょう。ということで、ごちそうさまでした。めっちゃうまいぞこれ。今ですね、もうつけ麺ラーメン系を計3種類いただいてきましたけど、同じね、鶏ベースの白湯スープなのに全然仕上がり違いますね。辛いのも全然この味の顔が違うし、次で終わんのやだな。ということで本日ですね、最後の一杯が到着いたしました。最後はこちら鶏油そばということで、早速ね、最後の一杯いただきたいと思います。で、このね、油そば珍しいんですけど、普通ね、油そばってあったかいメニューじゃないですか。このキザルさんの油そばは冷たいらしいんですよ、ね、しっかりと締められた麺ということで、ちょっと僕の人生の中では冷製の油そばって初めてなんですけど、いただきます。やっぱり締めてある分、麺のコシとかで、このプリッと感強いですし、これめちゃくちゃうまいですね。冷たい混ぜそばっていうと、僕もよく動画等でお世話になっているゴールデンタイガーさんのね、 TKM なるものもね、もちろんあるんですけれども、なんだろうな、それとは全然違くて、やっぱりしっかりとこの油の香りとか味あるんで、こう混ぜそばじゃなくてあくまで油そばというか、ちょっとこれ新体験かも。じゃあ味変のおすすめで、こちらのね、油そばにはリンゴ酢ということで、卓上のね、このリンゴ酢回しかけまして、おー、リンゴ酢のね、この爽やかな酸味で、むしろより甘みが引き立つというか、あ、これうまっ。
今ですね、ちょっとちょうどこの油そばが終わったタイミングでですね、締めの丼ということでですね、あのすり鉢でこれ唐揚げ丼ごて来ました。で、それ上に乗ってるのが一応ラサカさんも大好きなアジ油なんですけど、それをうちなんで、それ鶏油で作るんです。うまい組み合わせだちょうどね、この油そばも終わりましたので、この唐揚げってこと、唐揚げの上に乗ってるのがこれ鶏の油で作ったものらしいんですけどすごいな、これ油で揚げた鶏に油で作った油めちゃくちゃビールだこれ、うめえ、うわうまっ、多くない？ということで、ただいまですね、こちら特大の唐揚げ丼完食させていただきました。ごちそうさまでした。本日はですね、こちら麺道木猿さんで通常ね提供してあるレギュラーラーメンと4杯いただいた後になぜか特大の唐揚げ丼が出てきたという、まあそんな感じでですね、結果的にご飯物も含めてかなり大食いとなりました。お腹もしっかりいっぱいですし、今回ですね通常提供しているレギュラーメニューほとんど食べたんですけど、めちゃくちゃうまいです。濃厚系で通常のつけそばどちらもなんですけども、ベースのねスープがとにかく美味しくて、それ以外にももちろんラーメンに使ってるタレなんかもねすごく絶品なので、もう辛いの通常のもので濃厚と、全部ですねうまい間違いないです。こちらのね、木猿さんに関しましては鶏白湯というベースはあれど、濃厚通常辛いもの全てがですね味のベクトルというか好みがね変わってくるものとなりますので、ぜひですね皆様この動画を見て自分の好みだなと、これ食べてみたいなとメニューがねありましたら、ぜひ食べに来ていただければと思います。またですね、今回この最後にいただいた唐揚げ丼なんですけど、これがですね、今は販売してないんですが、これ動画公開後に限定でですね、通常販売するということでして、詳しいねこの唐揚げ丼の販売日に関しましてはお店公式のですね X の方を確認していただければと思いますけれども、そちらね概要欄に貼っておきますので合わせてご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄をチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。